それでは新三国無双7の続きをやっていきたいと思います。とうとう魏の攻略戦ですね。最終決戦が始まります。そして、今回プレイするのはやはり無双といったらこの人趙雲さんでプレイしたいと思います。まずは武器装備、竜装ですね。チャージ攻撃5にチャージ攻撃1でキャンセルができると。これ今までうまく使っていなかったのでガードされた場合はガンガン使っていきたいですね。そして特殊アクションは転身、ダメージを受けている最中に×ボタンを押すことで、緊急回避ができると。これは地上のけぞり専用技っぽいんですけど空中でもできるのかな。一度試してみたいですね。まあ空中でダメージを受けている状態だったらもうすぐ体力奪われてしまうんですけど、では猛攻の林道ガードが崩されなくなるのと攻撃力が大きく上昇し防御力が低下する、そして誘爆、そして雷火、これはダメージを受けた時に勝手に雷が発生して敵の攻撃を止めてくれると。なるほど。でもせっかく転身があるので、今回はかっこつけて猛攻の林道でいきましょう。そして第二武器は転身の属性がついている武器はあんまり多くないんですね。まだ他の武将というか軍勢が解放されてないのでちょっと少なめなのかな。じゃあこの錬金士、長宝さんの武器ですね、これを持っていきましょう。そして神速、こちらも眼鏡がついている。ダブル眼鏡でどちらもしっかりガードして反撃を決めていくというのがいいかもしれませんね。よし、じゃあこれ持っていきましょう。そしてスキル装備、先手の勝ち時に覚醒、趙雲は覚醒乱舞がかなり強いイメージなのでこれはいいでしょう。先手の勝ち時も万能的に使えるので OK。 獅子粉塵化、攻撃範囲が拡大、これも魅力の一つですからね。では無双の本流、これは今回は転身を持ってるので余計なダメージは転身で回避して無双ゲージは攻撃に回していきましょう。そしてでは時の声を装備して、なんとかダメージはテクニックでカバーしていきたいですね。できるかどうかはまた別ですけどやらなければ死んでしまいます。では戦闘開始。信じる者のため超死流いざ参る。ここまで来るの結構時間かかりましたね。五条弦が終わってからイフルートを解放したいなんて言い出してなかなかこう分岐がねうまく成立しなくて何度も同じステージをプレイしたりもしました。そしてようやくここまでたどり着いたんで私自身も万感の思いでいっぱいです。そして諸葛亮さんと趙雲さんが布陣をしている。それを見つめるのは竜禅様。そして相変わらずお優しいお顔をしてますね。そしてなぜか横向きの三兄弟。ここまで。あと一歩だ。この三人をやはり揃ってると絵になりますね。最後に敵するはやはり曹操殿でござったな。雲長、奴こそが乱世の元凶であったのだ。曹操さん元凶とか言っちゃっていいのかな。董卓とか黄巾党とかにしておいたらいいんじゃないかな。雲長、よくとけ。どうした急に。我ら三人揃って今この時を迎えているのだ。あの日の誓い果たせたな。そういうのはこの戦に勝ってからにしようぜ。さあ行こう。乱世の向こう新たなる時代へと。イフルート解放した甲斐がありましたね。やはり3人揃っているとこちらも嬉しい。
というかこの3人はもう序盤のうちはかなり曹操の魔の手から逃げるのに精一杯の戦いばかりでしたので、この場に立っていられるのはかなり充実感があるんでしょうね。そしてとりあえず龍禅様に話しかけてみましょう。最後まで戦で決着とは、乱世とはとても厳しいものなのだな。龍禅様は結構平和主義者。ああ、何でもない、これで乱世が終わるといいと思う。三国無双6では一番未来を見据えてるのは龍禅なんじゃないかななんて言われてましたけど、さて相手は曹操なので平和的解決はちょっと難しいでしょう。あとはこれだけですね。ではまずは張飛に話しかけてみましょう。心配いらねえ、兄者の道は俺が開く。何があってもな、これが最後の戦。延飛と張飛、大暴れしてやるぜ。張飛は相変わらずといったところですね。でもこれがまた魅力。どれだけの者がいようと関係はない、我らはただ兄者の大志を支えるのみ。関雲長の義の刃、龍玄徳の陣のために。やはりこの三兄弟は絆が固い。はい、それでは劉備様に話しかけて戦闘開始といきましょう。いよいよ陣の世は目前。やはり最後に立ちはだかるのは曹操か。諸葛亮、この戦策は。いくつかの手は打ってあります。ですがこの戦を決するのは策ではなく思い。劉備殿の大志とそれを支える将兵の闘志、それらがある限りこの戦負けません。これでは軍師失格ですね。ですが勝ちましょう劉備殿。ああそうだな、よし行くぞ。皆共に新たな世を。曹操を倒し、乱世を終える。皆最後の戦いだ、奮戦せよ。はい、頑張りましょう。曹操を撃破せよ。敵の援軍がこちらへ向かっています。合流されては我らが不利になります。殿と私は城の攻略へ向かいます。龍禅様と張飛殿は敵の援軍を封じてください。地上の陣の世はもう少しだそう。いい加減このゲームをだいぶプレイしてきて覚えてきたのですが、はい、ミッションをなるべく優先的にこなさないとひどい目に遭うということが分かってきました。先陣をかけましょう。というわけで、雑魚の皆さんを無視してまずは緑色のカーソルのある場所を攻略していきましょう。趙はね、つい戦いに夢中になっちゃってやるべきことを忘れてしまうなんていう三国志演技のお話がありましたけど、さあ頑張っていきましょう。戦を知らぬ素人と見える。おっといいですよ、このままストーブラッシュで雑魚を吹き飛ばして EX 攻撃。いいよ、これが減る。いいですね、空中攻撃も決まる。ほい、おお、あ、そっか、気力ゲージをもう完全に奪ってるんですね。強い。そしておっと、いいよ、ほい、あれミスっちゃった。いいよ、さすが張雲さん強いですね。さて一つ目のミッションはこなして、援軍の到着地点を制覇と。お、いいよ、あ、
これでここからは敵さんは来られないよ。さて、もう一箇所も封じてしまうかね。いるのは分かってるけど、こちら側にはいない。門番さんがこちら側に来てくれないっていうのはどういうことでしょう。これは参った。このゲームは門番がいないと絶対に門が開かないという強固な守りと化しますからね。なかなか相手も考えたものです。その間に、あ、なんだ、勝手に開いた、なんだったんだ。門番さんが今勝手に開けてくれたんですかね。まあいいけど、勝手に開くのは嬉しい。一人でのこのこ現れるとは後悔しても遅いのに。それはどうかな。趙雲さんは強いよ。なかなかこの錬人士もヒット回数が多いのか、あっさりストームラッシュいけますね。おお強い。ストームラッシュも安定してる。信じられん、なんという強さだ。敵将打ち取ったり。いいよ。そして門番、あれ門番さんが仕事してない。門が開いてたら門番なんねえじゃねえか。いいけど、入っちゃっていいのかな、これ。入らないだろうさ。さて、あっしらも城の中へ行こうかね。いいみたいですね。まあいいや。さっきの門番さんはだいぶ仕事してたけど、こっちはもうやる気のない門番さん。いざ参るぞ。はい、おっと、おお、何からダメージ受けてるのかわからない。あそこにいる弓兵かな。これはうざい。頑張りますよ。そして地上、あ、空中で追撃ができないけど、まあいいや。気力ゲージはもうこっそり奪っておきます。おっと、やるね。ペチンと叩きつけて待ち構えて攻撃、いいですね。諸葛亮さんも大奮戦。いいよ。そしてここから南にちょっと下って中に入っていきましょう。まあ、雑魚の皆さんは後々にしましょう。指に向かって矢を追いかけろ。諸軍が来たぞ。連動を起動させろ。おお、市街地に連動とは。こう道が狭い。そして相変わらず役に立たない門番さん。道が地面だけなんて誰が決めたんだい。はしごを持ってきな。屋根の上を進むよ。おお、なるほど、さすが宝刀さん。屋根の上を通り連動を壊して進めと。マップ的には若干右側ですかね。弓兵を排除しましょう。速やかに城壁の上。門番さんをやっつけたかな。まあ閉じるとは思えないですけど、一応やっつけておきましょう。そして、おお、確かに、あったはしごがありますね。そしてはしごを登って、ぴょーん、裏手に降りる。おお、いて、危ない危ない。何登っちゃってんの。そして裏側から連動を壊すんですね。なるほど、連動よりも弓兵の皆さんが、いてかなりバカにならないダメージですね。そして飛び降りる。さっきちょっと、こんなにいるなんて。あれ、ちょっとこれはまずいですね。まずは連動を破壊して、今度はもっと東側ですね。向こうにもある。一旦東側に回って、2個並んでいる連動を破壊しましょう。城門は開かぬようですね。ならば兵器を用いて破りましょう。
入れ、ああクソ、出撃させます。市街地の門を開き、あそうか、馬読んで早く移動しましょう。進路を確保しましょう。まあ今思ったら最初のはしごはともかく2個目以降のはしごは一体誰が用意したんでしょう。あれ、ん、ちょっと迷子ですね。カーソルは若干左にあるのでそっちに行きましょう。二軍が違い、あ、南の方ですね。あ、あったあった、破壊していきましょう。勝者を破壊されない、障害を除きましょう。いてててて、守るのは案外難しい。あ、くそ。あ、はしごがあった。だからそれを分かってる俺がやる。おお、なんか著者さんがかっこいい。それを分かってる俺がやる。経験者は語る。やるときはやる男ですからね。そしてどうかな。おっと、危ない。さらに裏に回りましょう。この弓兵たちがなかなか、あっ、痛っ、痛い、痛い、痛い、想像以上に痛いよこれ。弓矢だけでもう3分の2ぐらい体力奪われてしまいましたね。この赤い点がレンドなんですね。よし、あ、近寄りすぎるとダメージを受けてしまう。ちょっと危ない危ない。いいよ、よしよし。門番発見、あ、いいところに壺がある。おお、ラッキー。そして門番が出たのは西の方。おお、ここぞとばかりに味方が進軍していきます、いきますね。そして仕事してる門番さん、いいですね。はい、えいやー、かっこいい。長領さんを撃破せよ。なかなか強敵が出てきましたね。すごい広間に、うわ、これは燃える燃える。さあかかってこい。学文献お手合わせ願います。やめてー、やっぱりやっぱりごめんごめん。相性がごっちゃ混ぜですね。いてててこれわざとこういう相性にしてるのかな。軍神関羽殿のご子息とお見受けしました。お手合わせできて光栄です。おー、よしよし、しっかりガードをしてバリアブルカウンターを狙っていきましょう。分かった。眼鏡がついてるからね、相手のガードプロをいてて裏に回ってこられると困る。クソ、やるな。まずはリテンさんをやっつけたいです。いいよ。そしてあんたアングなんて言われてるらしいな。もうそこかしこで最終決戦っぽい会話がなされるんですね。あっと、あれ、ガードできるんじゃないの。あれ、私が強いだなんて面白いこと言う人だ。あの人おかしい動きが。果たして当たるのだろうか。すごいゆっくりずさーっと。おー、これはだ、ガードできない。やはりガードできないんじゃないのこれ。あれ、おかしい、ガードを崩されなくなる。ガード不能っていう技はもうすでにダメなんでしょう。ここは無双ランブ2で反撃。ちょっと予想外でしたね。しっかりガードしてバリアブルカウンターとかを狙っていきたかったのに、そうもいかない。おっと、危ない。こんな、ここは覚醒ランブ。この超音叉と覚醒ランブがかなり強い。おお、あっという間、さすがですね。おっと、はい、他を寄せ付けない、お見事です。さすがです、いい戦ぶりです。そしてなんとか長領さんたちを撃退して、今度は南側ですね。何をすればいいのかな。まあとりあえず南に行きましょう。そして白馬に乗って駆けつけるチョンさん、かっこいい。おーっと、危ない危ない。こ
の炎に焼かれやいい。ああ別になんかトゲとか出てくるわけじゃないんでねちょっとビビっちゃった。当たらない火炎でこっちを騙すのかと思ったらそうでもなかった。こっちも火を吹いてあれを壊そう。ここは天神を使って逃げていきましょう。おっと外してしまった。トラ戦車を使い、なんだってあれ、なんだろう、なんて読むんだろうこれ。読めないなんちゃらを破壊せよと。これは何だろう。銅像のようなものから火が出ている。我が知略試させてもらおうか。当たった。美をいただくべきはこの超瞬愛のみ。美電光カウン、ここで散ってもらいます。カウン対超高速、熱いバトルが繰り広げられてますね。だが戦人ならば応じねばなるまい。いいよ、1対1だったら趙雲さんは無敵。そして EX 攻撃、お減る。いいですね、ガンガンやっていきましょう。いいよ、さすがですね。敵将撃ち取ったり。そしてトラ戦車とは、すごい近くにあったんですね。一旦戻りましょう。あれ、甲冑さんが超高さんをつける。まあいいか。さすがですね、頼りがいがあるって感じです。これでドーン、いいよ、ドーン。壊れてるのかなこれ。まあ火吹かなくなったんだから壊れてるんでしょうね。よしよし、いいよ。まるでメタルマックスのように戦車を動かして破壊しましたね。ぼちぼち諸葛亮たちとも合流できそうだね。父上もその辺りまで来ているのか。お怪我などされていないと良いのだが。マップを見る限りあんまり味方来てないね。でもここは多分カーソルの場所まで行けば何か進展があるでしょう。あ、危ない危ない。いや今のうちにゲージを稼ぐのも大事ですね。おっと、まずいまずい、中途半端に攻撃しちゃった。いいよ、ここで覚醒ゲージを稼いでおいて次の戦いに備えましょう。おっと、カクさんが、うん、一人か、やめて。そして振り向きざまに攻撃、いいよ。そして叩きつけた上に空中無双ランプ、お、すげえ高いところまで判定がある。すげえ一回すげえって言っちゃったお、いいよ、ドームラッシュでぶっ飛ばす。あ、ラッキー、足が速くなるアイテムも嬉しい。清涼の死神、会いたかった。無双乱舞にもさすがの威力。もう一回、俺を追い狙い、ここまで来たのか。だがこの首触れてやることはできん。なるほど、最終決戦なのでもうライバル同士が戦っていくんですね。さあ熱い展開が続く中、カクさんをやっつけて次はどうなる。あ、大井さん、え、体力少な。ここは馬長さんには申し訳ないが横取りさせていただきましょう。よしよし、おお、威力高いね。人間の末、敵将撃ち取ったり。復讐は何も生み出さないと。大井さんが自己完結した上でさらに、おお、どうしよう。長雲は頑張り屋だな。ちょっと体力に不安がありますね。あっという間にいつの間にか雑魚の皆さんもいなくなってるけど、周りに壺とかないかな。
ここは万全の体制でいきたい。というか劉備様は全然来てないじゃん。合流した方がいいのか。なことないよね。あったあった。遠いな。遠いけどここは我慢してステータスを回復させておきましょう。ほい、いいよ。さあお肉を食べて腹ごしらえもちょうど腹8分目。いざ決戦に赴きましょう。おっと、しまった。なんと一人で入ったのはあざとなった形。しかしこの長運負けはせぬ。あっという間にはつけていきますね。この錬金士はなかなか使い勝手がいい。おっと、チャージ攻撃遅い時は転身も、そうですね、四角ボタンを押すと同時に×ボタンを一緒に押しておくと自動的に回避してくれるのでおすすめです。おすすめですって言った時今実際に役に立ってるのかちょっとわからないんだけど多分効くはず。おっと、ここは眼鏡を信じて。いいよ。あ、後ろからやられるとはやるな。雑魚の皆さんが意外とやりよるので。いいよ。そしてここでストーンブラッシュいきたい。おお、やるもんだね。破れるか。まあいい、悔いはない。敵将撃ち取ったり。さあ猛将の加工トーンを撃破して。超運、いよいよだな。父上はもうすぐ天をつかまれるであろう。長藩で幼き龍禅様とかけてより早いくとせ、共に今この時を迎えたこと嬉しく思います。戦闘中の回想は世の中ではフラグと呼ばれてますけど。おお、城内すべての武将を撃破せよと。うわあ、すげえ。真っ赤っかの中に単身乗り込む。しかし我らもまた盛況の軍。いざこの敵陣を貫き劉備殿の天下へ。はい、盛況の軍という割には、もう完全に趙雲さん一人で戦ってますけど。すげえ、無双みたい。無双だけどこれだけいると壮観ですね。でも全然敵武将が来てくれないので自分から戦いに行きましょう。せっかくだからこの大広間で戦えばいいのに。そして芝居さん、なんと傲慢な。おお、さあ来いよ芝居、そんなヒゲなんて捨ててかかってこい。あ、違う、ザコだ、ザコだ、ごめんなさい。可愛がってあげます。うわあ、ここは一旦距離を離して。うお、飛んできたよ。やるね、その心意気。よし、空中の無双乱舞で先制攻撃。いいよ、ここは崩して。おっと、EX 攻撃当たるかな。おっと、危ない。転身がなかなか役に立ちますね。ほいほい、あ、相性悪かった、間違えちゃった。よしよし、戻して。おお、判定が広い。そして空中無双ランプ、これが高さに強い。危ない危ない、一旦距離を離して。ここは無双乱舞2でダメージを奪っていきましょう。いいよ、減る。そして
置いておいたお酒を取って、お、斧もある、これはラッキー。さあ来い。あれ、芝居さんがいない。ここはガードを崩した上で、この無双乱舞には方向を変えられるので使い勝手がいいですね。敵将撃ち取ったり、よしよし、いつの間にか味方の皆さんも駆けつけてくれましたね。お見事です。いいよ。さあ勢いづいてきたところで残りの武将をやっつけましょう。今度は総飛さんと新規さんが相手。よかった、3人がかりで襲われたらなかなかやばかった。ドーン、いいよ。相性がちょっと悪いかな。ここは覚醒ランプ。ここで何をしてる。よもや私に歯向かおうなどと思っていまい。俺がまさしく真の三国無双の威力。平穏な世のために戦うのだ。お、壺発見。とうとう曹操との戦いですね。ああ、やはり最後はやはりこのフルリカバーで分かってますね。そしてラスボス曹操、膝参る。我が前に立つとはさすがの武勇。劉備の勇気を貴様らがいればこそ。この部は劉備殿に導かれればこそ。さあ曹操よ、覚悟してもらおう。こうは絶対、その合衆がお前を殺す。あれだけかっこいいこと言っといて汎用台詞も忘れない、素晴らしいですね。さして相性がいいのでこれはいい調子。ここきっちり決めたいですね。おっと、ここはガード、いいよ。この攻撃が1回しか当たらない。おっと、あれ、武器を切り替えたんじゃないの今の。特になんでもない。ガードを崩してストームラッシュ、そして無双乱舞1。あれ、あんまり当たんない。ほい、あ、あ、なんだ、アイテムかと思ったら食材だ。そして曹操さんはあっさりお行きになって、とうとう決着の時。貴様の勝ちか、劉備。ああ、曹操。つくづく邪魔な男よ。陣などで人を導けるか。断りを示し力で立さねば人は。そうかもしれぬ、だが私はそれでも人を信じたいのだ。ふん、ならばやってみるがいい。さらばだ、劉備。男性の勧誘もここで倒れると。劉備様の徳、陣の世は気づけるでしょうか。乱世の巨星曹操は
巨匠に倒れた。蜀軍はそのまま曹操を失い混乱した河北一帯を平定。ここに乱世は集結した。あれ、これもしかしてこれから五軍と戦うとかあったりしたらどうしよう。その都である洛陽を再建、そこに帝を迎える。帝は劉備と孫権を王に奉じ、彼らに天下の実質的な統治を託した。かくして官室は復興、天下は平穏な日々を歩み始めた。おお。戦乱に傷ついた大地はいずれ民の手で豊かな実りを結ぶだろう。騒乱にすさんだ人の世もやがて大きな輪を描くだろう。劉備はその情景を胸に描き、仁の世の実現を目指す。民や仲間と共に、そして彼に明日を託した宿敵の言葉を胸に、英雄の大志は天へと届き、今新たな時代が始まる。やりましたね。そして大団円かな。蜀の武将たちも勢ぞろいですね。あ、五軍の皆さんもいる。南中央までいるじゃない。いいね。まるで記念撮影でも しそうな感じですけど。みんな、今共に新しい時代を迎えられたこと、この劉玄徳心から嬉しく思う。だが今日までの戦乱のこと、どうか忘れないでほしい。いさかいを力で収めても心までは従わぬ。人の情は断りのみではつかめんのだ。だから皆互いに語らい、信じ支え合ってくれ。手で健やかなる仁の世。はい、ということで激襲ですね。いやー、なんとか蜀軍イフルート攻略することができました。せっかくなのでエンディングも見ておきましょう。いやー、イフルートに入ってからはなかなか南中に行ったり巨匠を攻めたりと思い出が意外と少なめなの、同じステージばっかやったせいかな。それはまあ私のせいなんですが、甲冑さんとかもなかなかしぶとかったですね。最後はみんなが揃ってるっていうのはやっぱりお約束だけどベタでいいところですね。やっぱりまあハッピーエンドはベタでなくちゃね。個人的に蜀軍 MVP は著書さんかな。こう縁の下の力持ちっていうところですね。そして使ってあげられなかった寛平さんが心残りなので、後でフリーモードでこっそり使ってあげたいと思います。そういえば職軍に来てから孫昌光は
プレイヤーキャラとしては使えなかったかな。まあでもしっかり奥様として頑張ってらっしゃったのでそれはいいでしょう。正規ルートの方だと長宝さんは死んじゃうイメージでしたけど、イフルートだとバッチリリーダーシップを発揮してましたね。お兄さんらしいところがあってこれからの活躍にも期待できそうです。いやかなりもう職群を一通りクリアするだけでも相当なボリュームですね。パート30ぐらいかな。1回クリアするのに15試合ぐらいもやってるので、イフルートに入って分岐を全部埋めていくだけでももう1回同じぐらいクリアしなきゃいけない。それが4軍勢あるんだからあと3つ分ですね。まだまだやり込めると。俺たちの無双はまだこれからだと始まったばかりですね。そしてオメガホース、はい、ではタイトル画面に戻るのかな。ピロン、食伝を全部クリアしたっていうことなのかな。トロフィーをいただきまして、はい、メインメニューに戻ってきました。いやー、ようやく食伝全部クリアできましたね。シナリオをセレクトすると、おお、こんなにあったんだね。いろいろありました。外帝の戦いとか陳層の戦いとか、あと長安とか、何度も足を運んだ場所もありますね。個人的には南中で宝山城で苦労した思い出が強いかな。まあそんなこんなで、食伝全てクリアすることができました。ここまで見てくださった視聴者の皆さんありがとうございます。ではまた次回というか、他の軍勢、まあ五軍の方もやってるんですけど、まあ、個人的に義軍や秦の軍勢他ですね、やるかどうかはまだ決めていないのですが、また機会がありましたらよろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼させていただきます。今までご視聴ありがとうございました。